役目ですかな。それは。なんと。はい。なんだよ。泰然となさい。チャチャ様、少しでも危ないと感じたらすぐに城下に戻りましょう。無理をなさらずとも私が討伐しておきます。賊などに遅れを取るつもりはありません。あなた、はいはい、俺らは賊。
めを果たします。やってくれた礼を言う。チャチャ様もご協力ありがとうございました。これくらいどうということはありません。ご苦労でした、雪村。じゃあそろそろ戻ります。あなた待ちなさい。あ、俺怪我をしています。そうなのか、サスケ。ああ、これちょっとしくじったけど別に大したことな。いけません、見せなさい。これでいいでしょう。どうも。主が配下の変調に気づかなくてどうしますか、雪村。はっ、申し訳ございません。では先に戻ります。優しいところもあるんですよね。いや、チャチャ様はもともとお優しいお方だ。それがあのように頑なに振る舞われるのはやはり悲しい生い立ちゆえだろうか。そういうのが嫌なんじゃない。ん、どういうことだ。かわいそうなお姫様って見られるのが嫌なんじゃないの。ああ、それちょっとわかるかも。本人が割り切ろうと思っても周りがかわいそうな人に従うんだよね。そうか、過去に縛られているのはむしろ我らの方か。サスケ、よく気づかせてくれた、ありがとう。礼を言うぞ。照れてる照れてる。まそんなんじゃねえよ。